こんにちは、さゆりです。今回のテーマはレジ前のプレッシャーです。レジっていうのはキャッシャーのことですね。お金を払うところです。お会計をする場所です。日本で経験するプレッシャーといえば、スーパーとかドラッグストアでいつもポイントカードをお持ちですかっていう、ポイントカードに関するプレッシャーですね。ポイントカードはどこのお店にもあります。で、個人的に私はあんまりポイントカードを持ちたくないタイプなんですねだからいつもポイントカードを断ります。どうやって断るかお伝えしますね。日本のスーパーやドラッグストアで買い物するとき、必ず店員さんがポイントカードをお持ちですか、もしくはポイントカードをお持ちでしょうかと聞いてきます。店員さんにポイントカードをお持ちですかと聞かれます。で、私は持ってないので、持ってないですとかないですと言います。で、その後まだあるんです。その後ポイントカードをお作りいたしましょうかとか、ポイントカードをお作りはいかがいたしましょうかとか、すぐにポイントカードをお作りできるんですけどいかがいたしましょうかという呪文のような言葉が聞こえてきますね。持ってないからどうですか、作りませんかと聞いています。だから私はいつも大丈夫です。ジェスチャーも大事ですね。手を横に振って大丈夫ですとか、結構ですと言います。いや、もうすごいプレッシャーですよね。店員さんも多分聞かなきゃいけないっていうマニュアルがあるので大変だと思います。多分日本に住んでいる外国人の方だったらこの状況に慣れていると思うんですけど、旅行で日本に来た方だと結構びっくりしますよね。あ、やばい、作らないとどうしようとか、持ってない、作った方がいいのかなとか思うと思うんですけど、この動画の続きが気になる人はさゆりセイング .com で有料会員になると見られます。日本語の上達には実習が必要です。自然な日本語を実習の教材に使ってほしいです。サイトにはトランスクリプトもあって、漢字と振り仮名あり振り仮名なしが選べます。あと会員限定のライブ配信もあります。皆さんと交流するのを楽しみにしています。じゃあねー。